分厚いところのよくいらっしゃいました。餃子さんがやるとうまいんですけど、私がやるとこういう、トツトツとしてしまいますけど、今日は素晴らしいメンバーで、お迎えしまして、東西、合同演奏という感じなんですが、今日の演奏をまず引き受けてくださったのは、クラリネットの葛西義正。彼は幻のクラリネット、若いくせに幻のクラリネットなんて言われてるんですが、それは私もう何年かな、もうすごく前からもう彼のクラリネット、素晴らしいと思ってたんですけど、非常にこう引っ込み思案っていうか武将っていうか、あんまりこうしゃしゃり出て活躍しない人で、そのために自分そうしてるんじゃないかと、一遍アメリカへでも行ってこいって僕言ったんですけど、まあハワイぐらいまで行ったらしいんですけど、そういう人なんです。でも、まあジョージ・ルイスから、エドマンド・ホール、それから、オネット・コールマンまで、いや、なんでもやっちゃうんですね。それで、コルトラインのソプラノサックスも、やってしまうぐらい大変な研究家、クラリネットのあらゆるスタイルをこなす、ピーリアする、そういう人なんですけど、今日はニューオーリンズからスイングまでのいろんなスタイルを、彼やってくれるそうです。で今日の共演者をご紹介いたします。まず右奥、ドラマーは、大阪のかの有名なニューオーリンズラスカルズの名ドラマ、木村良一さんです。木村さん、木村さんはドラムとボーカルも今日ご披露してくださると思いますね。もうドラマとしてもう最高で、こんな素晴らしいドラマ、今ニューオーリンズ行っても絶対にいないと僕はもう保証いたします。それからベースが白洲さん、白洲さんはお名前白洲さん、お名前パッドっていう、これデマなんですか。白洲隆さん、葛西さんとドラムそれから、ベースが前の方でちょっと参りますね。トランペット、コルネットを持って、大変厳粛なお顔をしていらっしゃる西尾宗義さん。東京でも活躍してらして、一度家業を継ぐために引退なさったんですけども、最近カムバックされて、これから大いに活躍なさろうという西尾さんのお迎えしたわけです。やはり大阪からおいで願ったわけでございます。それからピアノが、山本英二さん、ごめんなさい、山本英二さん、葛西さんと昔からコンビを組んでらして、本当はコルネットも吹きになるんですけども、両方一緒にやるわけみたいなのに、今日はピアノだけをやって、これは大変僕らの、まあ、ドリームバンドとも言うべき素晴らしいメンバーでございます。1曲目は何ですか。Everybody loves me.